犠牲を作る必要はありません。それでは私は、どうやって暮らせばよいのか？私は、私が生きていくために、犠牲が必要なのだ。残る声は今、そういう訴え？お。それ、は、ヒットラーのユダヤ排斥と、どこが違うだろう？彼らは列島で邪悪だ。ヒットラーもユダヤ人に対してそういうレッテルを貼った。自分は、今、それをその、列島で邪悪、な朝鮮王朝の末裔、その思想へ向けている。その是非は今も重い。とはいえ、自分が生きていくために犠牲が必要なのだ。それは悪いことだと断言せざるを得ず。その結果、それが窮地に追い込まれるとき、それは何かの暴発を起こすのだろうか？万引き家族を評価する方向性、それは結局、そっちを向いている、のだ。犠牲は必要なのだ。彼らのような人々にも生活があるのだから。